仏国しこり別巫女は、日本書紀等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀や、日本三大実録では、仏国しこり別王子、他文献では、仏国しこり別名とも表記される。古事記に記載はなく、日本書紀でも、辞席の記載はない。第十二代、慶光天皇の巫女である。日本書紀によれば、第十二代、慶光天皇と安倍式ごとの娘の高田美女との、 間に生まれた三子とされる。仙台旧児本義天皇本義においても、同様の記載が見える。妻、子に関して史書に記載はない。最古級の縦経図になる、恩情地蔵、分け経図の著者では、武国しこり別巫子を、慶高天皇の十二男とした上で、その子について、水別名、赤さの別名らの名を載せる。武国しこり別巫子について、日本書記では、 伊予国のお村別の祖と記されている。一方、仙台九字本儀、天皇本儀では、武国しこり別名を、筑紫水間君の祖とし、武国公別名を、伊予五条別、天尾枝君の祖と記している。日本三大実録上元8年10月27日上によれば、武国しこり別巫女の公営を称する佐抜国中軍。 多都軍の元首は騎手保家同族8人が、脇校生を賜り改正したという。この改正は、上岸9年2月16日付の、佐抜国司会によっても知られる。脇系図では、仏国しこり別御子から、小村別、稲木首、脇校に続く系図が載せられており、そのうち前述の水別名が、伊予の別校の系統、赤沙の別名が、佐抜の元首の系統とみられている。 そして、校舎のさぬきわき校からは、エンチンが排出されている。磯の神社武国しこり別名を開拓神として、放災する。伊予地方に残る伝承では、武国しこり別名は平定のため伊予に派遣され、神の軍に拠点を置いたという。そしてその子孫は一体に広がり、別の子孫が治めたということから、別子の地名が生まれたとも伝える。旧神の軍一帯では、 武国しこり別名の神霊を祀る神社として、特に、磯の神社が知られる。また、風白神社社殿では、武国しこり別名が、会場死後のため風神の竜田神を奉仕したのが、宗師という。その他メシ席神社では、分け系図が武国しこり別名の孫とする、時分け王を、祭神の一柱としている。ありがとうございます。